秋の紅葉シーズンを前に浜松市の観山寺ロープウェイで避難訓練が行われました訓練は浜名湖パルパルと大草山を結ぶ観山寺ロープウェイのゴンドラが機械のトラブルで緊急停止した想定で行われました職員らはゴンドラの真下にマットを設置し取り残された乗客を降ろす準備を開始 乗客が入った救助袋を、ゴンドラの下にある脱出口から地上に下ろすなどし、救助手順を確認していました。お客様がですね、七時間中にお待たせすることになりますので、あのまあ、飲み物ですとか、お手洗いですね。そういったものも、やっぱり準備をしなければいけないな、ということを感じました。